アニカ・ファン・ヤムデンは、オランダのデンハーグ出身の柔道選手。階級は 63kg 級。身長 169cm。得意技は、袖吊り込み越し。柔道は7歳の時に始めた。2004年の世界ジュニアでは 57kg 級で2位となった。 2010年9月の世界選手権では準決勝で、上の順上に0から3の判定で敗れると、3位決定戦でも、アゼルバイジャンのラミラ・ユスボアの裏投げで一本負けして5位に終わった。10月の世界団体では、オランダチームの優勝に貢献した。2011年の世界選手権では準々決勝で、上の2、GS に入ってから、体落ちで有効を取られて敗れたものの、 3位、決定戦では、オランダの同じ道場に所属している長年のライバルである、エリザベト・ウィル・ボーダスを有効で破って、銅メダルを獲得した。2012年になると、オランダ柔道連盟が 63kg 級の、ロンドンオリンピックオランダ代表を、ウィル・ボーダスに決定したことに対して、最近では、自分の方が、より代表にふさわしい結果を残しているとして、当初は、 法的措置を含めた対応を検討していたものの、結果として引き下がることになった。2013年の世界選手権では再び3位になった。2015年5月には、ドーピングの競技外検査を受けた際に、手続き上の不備を通知されたことから、自発的に競技活動を控えることになった。その後、和田が、この件を調査すると、 ファンエムデンがドーピング行為に関わっていないことを明らかにした。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは銅メダルを獲得した。その後に現役引退を表明した。ありがとうございます。